代だからこそ知っておきたい伝え方についての名言。文字に託すだけでなく心を伝えることが大切。言語学者金田一京介。メールや LINE など文字で人と交流することが増えています。しかし文字だけでは伝わらないこともあるのです。同じ文章を読んだとしても感じ方は人それぞれでしょう。直接会って伝えることの大切さを忘れないようにしたいですね。皆さんからの名言のリクエストをお待ちしています。